ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。ホップでございます。お元気でしょうか。今日ご紹介する仕事はこちらです。セバオのあの靴ですね。デッキシューズのような形なんですけども、カスタムしました。ミッドソールを取り付けて、リブラムソール1136飴色を取り付けましたね。ちょっと違う向きになってます。特徴するとグリップ力が出てきて耐久性もあります。濡れてる路面から乾いてるところに行って止まりますんでね、あのすごく、靴としてのスペック上がったんじゃないかなと思います。ということで、セバゴの、靴、カスタムしたホップでした。またね。アフィーダーゼン、バイビー。